はい、コナンです。妖怪ウォッチプニプニやっていきたいと思います。天地まんじゅう争奪戦最終日、分取りステージ、またかなり荒れましたね。たくさんレアアイテムもゲットできました。ちょっとね、そのあたりみんなとシェアできればいいかなと思っています。まあ、妖怪ウォッチ3もね、もうすぐ発売でそちらも気になりますが、今日はちょっとプニプニの話だけにしたいと思います。さあ、分取りステージ1日回りました。今そうですね、朝の時点で貢献度が1万7000ぐらいですね。これが最後 どれぐらいまでね、貢献度上がるか、ちょっとそのあたりもね注目です。さあ、一発逆転のスロット、おっと、100倍くるかと思ったら来ませんでしたね。小当たりです。このためが興奮するよね。さあ、横取り結果、かなりね経験値の方もゲットすることができました。おっと、大将のコンレアアイテムゲットですね。これは嬉しいね。大将のコンは通常だとね、肩乗り親方からゲットできるかなりレアアイテムなんですが、大将のコン、クワの武士と合成してクワが大将できますからね、非常に嬉しいです。さあ、雪かきピーとワイマネーゲット。さあ、今貢献度1万8000ですね。確か一番最後の必殺の秘伝書が2万5000だったと思ったんで、そこまでは行きたいと思っています。さあ、分取りチャンス。さあ、来てくれ。100倍、100倍ってすごいよね。2倍と100倍じゃね、全然違うからね。おっと、来たね。来ました、100倍来ました。これはすごい。まあ、貢献度自体はね変わらないんだけどね、まあ、分取り100倍嬉しいですよ。チーム優勝できますでしょうか。お、大経験値玉もゲットできましたね。さあ、また分取りチャンス。今回僕はね元祖の赤チームなんですけど、ちょっと今押されている状況です。まだね後半かなりまんじゅう動くので、まだ夜中のね0時になるまで分かりません。おっと、ギガヘルツ玉、これもレアアイテムゲットですね。これも嬉しいよね。ギガヘルツ玉は電波小僧と合成して電人できますからね。電人はあのデカプに作る能力がある妖怪、結構使えるよね。今スコアチャレンジとかでもね結構使えるんじゃないかと思います。さあ、分取りチャンス。おっと、10倍、10あたりですね。10倍でも結構大きいよね。さあ、今貢献度2万ポイントまで行きましたね。おっと、超経験値玉をゲット。今回ねアイテムがすごいよね。こんなに配っちゃっていいのっていうぐらいのアイテム、経験値玉、レアアイテムゲットできています。さあ、分取りチャンス来ますか。今回結構100倍がね何回か出てて、ちょっとびっくりですね。なんか1回目の時にちょっと絞りすぎて不評だったんですかね。多分そこでクレーム殺到して若干確率調整されたのかもしれませんね。さあ、貢献度は2万1000。おっと、白銀の髪留めゲットですね。これもレアアイテム、すごいね。白銀の髪留めは雪女と合成して吹雪姫ができます。今回ちょっとほんとすごいよね。レアアイテムがほぼ全部出たと言っていいんじゃないでしょうか。すごいね。さあ、貢献度の方が2万2000、大経験値玉もゲットです。さあ、貢献度がおっと2万5000まで来ましたね。これでコンプリートだと思います。さあ、分取りチャンス、まだまだいきます。チーム優勝もね狙っていきたいからね。さあ、一発逆転できるのか。おっと、ちょっと興奮したね。さすがにちょっと滑って2倍になっちゃいましたけど、さあ、もう一回分取りチャンス。さあ、一発逆転できるのか。おっと、来た、100倍。今回ほんとすごいね。100倍が結構連チャンで来ています。
興奮です。さあ、またさらに貢献度上げていきます。コインもゲットです。さて、貢献度まだまだ上がります。牛タンゲット。さあ、分取りチャンス。さあ、100倍来てくれ。100倍だからね、すごいよね。10倍ですね。10あたり、これでも嬉しいね。さあ、貢献度の方を上げていきます。大経験値玉ゲットです。これは嬉しいね、経験値玉はね。さあ、分取りチャンス。一発逆転できるかも。おっと、来た。100倍、すげえ。今回100倍の確率かなり高いよね。どうなんでしょうかね、皆さんはどうですか。今回やった感じ、やっぱり1回目のね、前回より100倍出やすくなってるますでしょうかね。さあ、ご褒美全部もらっていきましょう。白銀の神留め、視察の秘伝書、ここでもね、レアアイテムをもらってしまいました。コマさん A ももらいます。コマさん A はね、合成でコマさん S にできるからいいよね。さあ、早速コマさん合成していきましょうか。今回のね、イベントではね、コマさん特殊能力があるので使えますよね。さあ、皆さんはね、もう報酬すべてゲットできましたでしょうか。またね、コメント欄で教えてください。あとね、他のスペシャルコインとかもね、ゲットした人もいるのでしょうか。さあ、まだね、天地まんじゅう争奪戦まだまだ続きます。最後まで見ていただいてありがとうございます。チャンネル登録がまだお済みでない方、最新の動画が見やすくなります。ぜひチャンネル登録をお願いします。画面下のチャンネル登録ボタンをクリック。ではまた会いましょう。